ピーター・サザーランドは、アイルランドの実業家、法律家、政治家。1981年から1982年まで、及び1982年から1984年まで、アイルランド共和国県事総長。1985年から1989年まで、競争担当欧州委員。1993年から1995年まで、ガット事務局長。 世界貿易機関事務局長、1995年から2015年まで、ゴールドマン・サックス会長、2006年から2017年まで、国際移住担当国連特別代表を務めた。サザーランドは、1946年4月25日に、ダブリンで生まれ、ダブリンのラネラーグにある、ゴンザーガカレッジで教育を受けた。彼は、スコットランド系の血を引いていた。 ダブリン大学で民法学を専攻し、1969年から1980年までアイルランドで弁護士をした。1974年にスペイン人のマルジャ・サザーランド夫人と結婚した。サザーランドは1981年6月30日にアイルランド検事総長に任命され、1982年3月9日に辞任した。 1982年12月15日から1984年12月12日の間に再びその職に就いた。1985年1月7日に欧州委員会委員に任命され、1989年1月5日まで在任し、競争政策と1985年のみ教育も担当した。特にヨーロッパの大学生が 他の加盟国で学ぶことができるエラスムスプログラムの設立を提案できたことを嬉しく思うと述べている。EEC 内部市場の完成に関するサザラ報告書を作成した委員会の委員長であり、欧州委員会の委託を受け、1992年のエディンバラでの会合で欧州理事会に提出した。最年少の欧州委員会委員であり、 初のドロール委員会にも参加し、ヨーロッパ全域、特に航空会社、電気通信、エネルギー部門における競争の解放に重要な役割を果たした。彼はまた、特に注目を集めたブサック事件を通じて、国家援助統制の強化に大きな役割を果たした。サザーランドは1989年から1993年まで、 アイルランド連合銀行の会長を務めた後、1993年7月1日に関税、及び貿易に関する一般協定事務局長に就任した。ミッキー・カンター、アメリカ合衆国通商代表は彼をグローバリゼーションの父と認め、彼、なしでは WTO はありえなかったと述べている。サザランドがガットの事務局長を務めていた。 1993年12月に妥結したウルグアイラウンドにより包括的でルールに基づく世界的な貿易体制が生まれた。これは史上最大の貿易協定であり世界貿易機関を設立した。これらの交渉の成功率の妥結において彼の役割は不可欠なとして引用されている。マスコミを動員してこれまでのガットよりも 積極的な広報活動を行い、ガットでこれまで見られなかったような戦術を用い、彼は止められない勢いを作り出すために働いた。ハーバードケネディスクールのクレーグ・バングラステックの2013年の著書世界貿易機関の歴史と未来では、WTO の形成、創設におけるサザランドの役割が承実されている。局長の役割の昇格について、 バングラステックはガットの事務局長であり WTO の事務局長であったピーター・サザランド事務局長はガットの最後の事務局長であると同時に WTO の最初の事務局長でもあったがその役割と加盟国におけるリーダーシップとの関係を再定義しその結果事務局長と後継者に交渉実施のための追加的な選択肢が与えられたと書いているサザランドは 事務局長のポストを閣僚のみならず大統領や首相とも直接対応するポストに格上げすることに貢献した。世界貿易機関事務局長を1995年に退任後、同年5月ブリティッシュペトロリアム社外取締役となり、7月副会長を経て、1997年から2009年会長。 また1995年9月ゴールドマンサックスインターナショナルの会長に就任。11月には同グループのゼネラルパートナーに就任。2006年より国際移住担当国連特別代表などを歴任した。世界経済フォーラムの創設メンバーの一人。2016年9月、ロンドンのカトリック教会で ミサに行く途中、サザーランドは心臓発作を起こしました。長い闘病の後、サザーランドは2018年1月7日に感染症の合併症でダブリンで亡くなりました。ありがとうございます。